台風16号の影響で雨風が強まっている東京の三宅島では島内の一部が停電するなどしています。これまでに怪我人などは確認されていません。三宅島では島の東側にある坪田地区で台風の影響とみられる停電が起きていて、現在復旧作業が行われています。警視庁によりますと現在も強い雨が降り続いていますが、これまでに怪我人などは確認されていません。一方、東京八丈島では昨日夕方から高齢者などに対し避難を始めるよう防災情報が出ています。警視庁によりますと島内で一部電線が垂れ下がるなどしましたが、これまでに大きな被害は確認されていません。現在雨は若干弱まってきているものの、風が強い状態が続いているということです。